エキュテストはドイツのドレスデンに設立されたトレーストロニック GMBH が開発した組み込みシステムのテスト及び検証用のソフトウェアツールです。2003年のエキュテストの最初のリリース以来、このソフトウェアは自動車用液の開発で標準ツールとして使用され、重機及び工場自動化開発でますます使用されています。ソフトウェアの開発は コントロールユニットの体系的なテストに関する研究プロジェクト内で開始され、TU ドレスデンからのトレイストロニック、GMBH のスピンオフの基礎を築きました。エキュテストはテストケースの使用、実装、文書化、実行、評価を目的としています。様々なテスト自動化方法により、ツールはテストケースの作成、実行、 評価に必要なすべてのアクティビティの効率的な実装を保証します。エキュテストはテスト環境全体の制御を自動化し、幅広いテストツールをサポートします。測定量の様々な抽象化レイヤーにより、ミルのコンテキスト、シル、ヒル、実際のシステムなど、様々なテストレベルでのアプリケーションが可能になります。エキュテストを使用したテストケースの作成はグラフィカルに行われ、 プログラミングスキルは必要ありません。テストケースの説明には一般的な形式があり、広範なパラメーター化と構成オプションにより、すべてのテストツールに均一にアクセスできるため、複数の開発フェーズで既存のテストを簡単に再利用できます。エキュテストは4つの部分で構成されています。テストケースを作成するには、エディターを使用して1つ以上のテストステップの シーケンスとそのパラメータ化を指定します。テストステップにはテストオブジェクトの測定量の読み取りと評価、テスト環境の操作、診断機能と制御構造の実行が含まれます。プロジェクトマネージャーを使用して複数のテストケースを整理できます。コンフィギュレーターを使用してテストオブジェクトとテスト環境の追加設定を行うことができます。テストケースの実行は マルチステージテストエンジンを使用して実行されます。生成されたログデータはテストレポート作成の基礎として機能します。テストの実行に続いて記録された測定量のオプションのチェックがアナライザーで実行されます。テスト実行とその後のチェックの結果からプロトコルジェネレーターは詳細なテストレポートを作成します。このレポートは対話形式で表示され、 ファイルやデータベースにアーカイブできます。エキュテストは既存のテスト及び検証プロセスでの拡張及び統合のための明確なインターフェースを提供しました。大量のテストハードウェアとソフトウェアがデフォルトでサポートされています。ユーザー定義のテストステップ、プラグイン、Python スクリプトを使用して追加のツールを簡単に統合できます。 特定のクライアントサーバーアーキテクチャを通して分散テスト環境の複数のテストベンチコンピューターのソフトウェアツールに対処できます。コムインターフェースを使用して要件管理、改定管理、モデルベースのテストなどのツールを統合できます。エキュテストは次のハードウェアおよびソフトウェアツールをサポートし、次の標準に基づいています。ありがとうございます。